マリア・ケネリスはアメリカ合衆国の女子プロレスラー。イリノイ州オター出身。WWE のディーバ発掘番組であるディーバサーチでは敗退したものの、その後契約を交わし、2004年に WWE デビューを果たした。当初はインタビュアー活動が中心で、試合をしないディーバであった。基本的には頭の悪い大バカ系であるが、時たま狡猾。 計算高い一面を見せるギミックである。2005年に入り、RAW への登場している間に、オベにてデスラーとしてのトレーニングを開始し、同年後半にデスラーとしての活動も行うようになった。11月28日には当時 RAW の GM であったエリック・ビショフにより、カート・アングルとの試合も組まれた。その後は、インタビュアート・レスラーを両立して活動し、 2006年11月には、馬がとの対戦で、サモアンドロップで叩きつけられるも、きちんと受け身も取れている。2012年3月、彼氏のベネットと入場する、マリア2007年に入ってからは、インタビュアーの活動はほとんどなくなり、マネージャー兼、プロレスラーの一般的なディーバ活動が主となる。5月頃から、サンティーのマレラの恋人となるが、マレラが、 ヒールターンしてからはその言動に嫌気がさし、別れる形でこのストーリーは終了する。2008年の追加ドラフトにより、スマックダウンへと移籍する。2009年の6月頃からは、ドルフ・ジグラーとの恋愛ストーリーが始まる。その後ジグラーに振られる形でストーリーは終了。12月には、ファン投票によりスラミー賞のディーバオブ・ザ・イヤーに、輝いたが、2010年2月26日に、 WWE を解雇された。WWE 解雇後、2011年に、ローと契約を交わして入団。2012年には、同団体に所属するマイケル・ベネットと、実生活において、交際を開始。同年からは、ローと、並行して、フウェイや、PWS、チカラといった、インディー団体に参戦している。2014年に、ベネット VS。 田橋博史戦で、ベネットのマネージャーとして、田橋からキスを奪うなどした。8月には、ベネットと共に新日本に来日し、キャプテンニュージャパンの顔を自分の胸にうずめるなどして惑わせろう組の勝利に貢献した。10月10日、ベネットと結婚。2015年5月3日、レスリングドンタク2015マットターバーマイケルベネットと組カール・アンダーソン ドク・ギャローズアンバー・ギャローズ組とのミックスドマッチで対戦。12月29日、ベネットと共にティネと契約を交わし入団。2016年1月5日、インパクトレスリングにてベネットと共に登場した。2017年、夫と共に WWE に入団。6月18日のマネー・イン・ザ・バンク2017にて夫のベネットと共に登場を果たす。 9月、妊娠を発表し休暇に入った。2018年4月3日に娘を出産。ありがとうございます。